さあ北朝鮮のミサイル発射やウクライナ情勢から考える日本の核シェアリングとは、はい、え北岸防衛大臣は北朝鮮が昨日二27日の朝少なくとも一発の弾道ミサイルを発射し日本の排他的経済水域の外側に落下したと推定されることを明らかにしました北朝鮮によるミサイル発射今年だけでも8回目となりました 北朝鮮や中国の脅威、またウクライナ情勢を見る上で、日本の防衛手段の一つとして、核シェアリングという議論が行われていますが、さあ高橋さん、この核シェアリングということなんですけども、はい、ちょっとこちら、解説いただいていいですかこれを解説しなきゃいけないってことが、多分大問題なんですけどね。 えっとガクシェアリングっていうのは、まあ、あのどこの国も結構比較三原則みたいなもの似たものはあるんですけどね。持たず、うん えっと、作らずまでは、まあ、あの、普通、よくわかります。ありますね、はい。え、ただ、持ち込ませずっていうのは、まあ、他の国はあんまりない、なく、ないって,て。はい。要は、あの、持ち込むのは結構よと、それで、実はシェアリングっていうの言葉、わかると思いますけど、まあ、いえば、核は。持たない、作らない、ただし、レンタルを受けるって、そういうのはよくある。借りるということなんです。まあ、そうです。借りるです。はい、借りる、借りる以上ですね、実は、あの、大きなのは。 運用できるって動かすのは実は自分の国っていうことなんですよ正確に言うと運用できるのはこの核を持っている国と共同で運用するっていう話ですねこれが普通のやり方でだから作,、えー、作らない持たないはそうですけど持ち込ませずってことは持ち込ませてそれで共同で運用するっていうのが、まあ、ヨーロッパなんかで普通行われているやり方です、えー 結構じゃあその世界ではあるんですね、はい、この。いやある、あるっていうか、ずっと昔、これがあるから、はい、要するに、あの、さっそう簡単に NATO には踏み込めないっていうふうに言われてますよね。 みんなドイツとかイタリアとかオランダとかあのトルとかベルギーなんかはみんなこういうふうにやり方してますから、だからなかなか、あれですよね、そういう国であの核、実際今ありますからね、うん、あのそれを下手にあの核を、まあ、プーチンなんか核って言ってますからね、それはあれですよ、そのこういう,うなそ、それだったらあの核は核で報復するっていうふうなのが常識なんでね、だからプーチンは脅しで言うんですけど、脅しで言うんだけど、なかなかその脅しが効かないのはこの核シェアリング。 今回言われてたのはウクライナがですね、まあ、ロシアからソ連から離れたときにまあ、ねうん、核をすべてまあ廃棄したみたいなところが一つ、ね、今回はもう大間違いで、うん、あの廃棄するんだったら多分どっかの同盟結んで核シェアリングするっていうぐらいであるのが普通なんだと思うんですけどねそれをしなかったっていうのはもうあのそれはもうウクライナの責任でもあるんですけどね、うん、これそれぞれまあメリットデメリットみたいなのもあると思いますおっしゃるようにまあ抑止力の一つとしてのメリットってあると思うんですけど。はいこれ デメリットみたいな部分ってかありますか今までやってる時にデメリットはあんまりない,ないんじゃないですかね。これ なんか日本は核の傘って言いますよね。はい、で、この日本は核の傘って言うんですけど、シェアリングしてないから。うん、実は核の傘はさしてくれるか、さしてくれないかってのはアメリカ次第ですよね。<ー>うん、主導権はそっちにある。んですね、うん、それで、このシェアリングの場合は、あの共同運用ですからね。うん、あの日本の意思は、日本っていうかね、それぞれの国の意思が入りますよね。うん、あのー、例えば、そういったことでよって核戦争に巻き込まれるんじゃないかみたいな思いっていうのは。 ももでもシェアリングしてるから核戦争起こってないですよね。 つまり、持つ、シェアリングすることによって、そこに巻き込まれないということなんです、ね、これはいつも同じでしてね、うん、なんかこういうふうな話になると、巻き込まれるんだけ言,うけどあの言いますよね、うん、でも逆に言うと、巻き込まれない論っていうのもずいぶんあって、うん、巻き込まれる確率というより、巻き込まれない確率のが大きいっていうのは、すごい解釈かもしれませんけど、この核をね、も持つということと、はい、シェアリングするというのは、意味合いは違うんですか。 あの持つと、ね、自分の責任があって運用も全部自分の責任なんですけど、うん、シェアリングは、ね、両者の責任になるってとこは違い違ますよ、はあ、使う時にはそのお借りしているところとの交渉もそうですから、ね、だから、うん、あのはっきり言うとあの持つよりかはシェアリングの方のがあの核兵器の使用の確率というのはより慎重になりますね。 そうか、自分のところで持っちゃうと、自分のところの主導になるけれどもロシアのプーチンみたくね、なんかね、全然とんでもない人がトップになると、使うぞって言いますけどね、でもこのシェアリングですとね、うん、いやいや、待ってろ、待ってろっていうふうに、つまりシェアリングだと、向こうが使いたいって言っても、いや、うちは使いまへんってこともで、きるってことです、ね、2>, 2人でかあの鍵持ってる感じなんで、両方でひねらないとだめですからね。うん、結構あのエースにハードが高くなんですけど 1人で鍵持ってて、1人であの開け閉めするというよりかは、これ、政府内での議論というのはあるんですかこれはね、ああでもね、日本の中で、実はね、比較三原則のみだと、比較四原則、五原則があってね。 言ってはいけない、考えてはいけないって言われるんです。ああ、なるほど。まあその議論すらということなんですね。そう。だからあの普通の国でこれ普通にもう何十年も運用してる話なのに、日本では議論されてないから、だからこうやって勧めしなきゃいけなくなるんですよ。起爆国ですからね。あのそうなんですよね。そのあたりというのもでも高橋さん議論としては当然出てきますよね。日本、広島長崎という非常にね悲しい歴史がありましたから。あの歴史があったんですけど、あの。 この核シェアリングは運用としては今までは何も間違いがないし結構抑止力があ,あったしそれで使うのも慎重になるっていうので大、うん、国が持って、ね、横暴になるとかはるかにまともじゃないかっていうのは多いですけどねあの、まあ、昨日また北朝鮮から、ね、このタイミングでミサイル飛んできたんですけどこの狙いは改めて高田さんどんなふうに忘れるなっていう言い方でしょうけ <laughs> ああいう国があるわけでねああいう国に対しては実は核 シェアリングがないとなかなか対抗しにくいですよ。 まああのどうしてもこういう状況になるとね議論がこう、はい、そうなってもいいんじゃないかみたいなどどの段階で判断する、まあ、立場をすごく考えないといけない時代ですね。あの,うん、あのもうなんか日本の中の泡花畑っていうのはやめたほうがいいと思いますよ。うん、あの要はね90を守ってたらねあの日本が90を守ってたら何もなんないってそんなのはないですよね。相手の国の問題ですから。うん、要するにだから大量放送を考え、うん、あ大量な3倍返し4倍返しができるっていうのが一番の抑止力なんですけどね。うん、そういうのに入ってきやすいと思います。うん わ、ねね、かりました。はい、えー。ではコマーシャルの後はもう少しお話し続けてまいります。